歴代史第二二章さてソロモンは主の名のための宮と自分の王国のための宮殿とを建てようと考えたソロモンは二百人妊婦万人山で石を切り出す者八万人彼らを指揮する者三千六百人の人数を揃えたソロモンは鶴の王フラムのもとに人をやって言わせた あなたが私の父、ダビデに行い、父の住む家を建てるための杉材を送ってくださったように、私にもしていただけないでしょうか。実は、私も私の神、主の名のために宮を建てて、これを主に捧げ、主の前に香りの高い香を炊き、パンを常に並べ備え、また朝ごと夕ごとに、また安息日ごと、新月の祭りごとに、私たちの神、主の霊祭ごとに、 全勝の生贄を捧げようとしています。このことは常しえにイスラエルに命じられているのです。私が建てる宮は壮大な宮です。私たちの神はすべての神々に勝って偉大な神だからです。天も天の天も主をお入れできないのに、一体誰が主のために宮を建てる力を持っているというのでしょうか。また主のために宮を建てるというこの私は一体何者でしょう。 ただ主の前に子をくためだけのものです。そこで今、私のもとに金、銀、青銅、鉄の細工に長じ、紫、紅、青などの製造に熟練した人で、各種の彫り物の技術を心得ている人を送ってください。私の父ダビデが備えておいたユダとエルサレムにいるこちらの熟練した者たちも一緒に働きます。それから私のもとに、 杉、もみ、白檀の木材をレバノンから送ってください。私はあなたのしもべたちがレバノンの木を切ることに熟練していることを知っております。もちろん私のしもべたちもあなたのしもべたちと一緒に働きます。私のために木材を多量に用意させるためです。私の建てる宮は壮大であり、見事なものだからです。お聞きください。私は木を切り出し、材木を切る者たちのため、 あなたのしもべたちのために、食料として、小麦二万コル、大麦二万コル、ぶどう酒二万バテ、油二万バテを提供します。ツロの王フラムは文章を送ってソロモンに行った。主はご自身の民を愛しておられるので、あなたを彼らの上に立てておうとされました。さらにフラムは言った。天と地とをお作りになったイスラエルの神、主は褒むべきかな。 主はダビデ王に、資料と悟り等を備えた、知恵ある子を授け、主のための宮と、自分の王国のための宮殿等を建てさせられるのです。今私は、最地に恵まれた熟練校、職人の長、フラムを使わします。彼は団の娘たちのうちの一人の女から生まれたものであり、彼の父は、ツロの人です。彼はあなたの熟練校と、あなたの父、私の主 ダビデの熟練工とともに金銀青銅鉄石材木材の細工を心得紫青白天布紅などの製造を心得彼に委ねられたあらゆる種類の彫り物を刻み彼の草案に任された全てのものを巧みに設計することのできる男です。今、私の主が語られた小麦と大麦、と大 油とブドウ酒をそのしもべたちにお送りください。私たちの方ではオイリオナだけレバノンから木材を切り、これをいかだに組んでカイロをヤホまであなたのもとにお届けします。そこからあなたがこれをエルサレムに運び上ってください。ソロモンは彼の父ダビデが行った人口調査の後、イスラエルの地にいる在留異国人全員の人数を調べたが、 15万3600人いた。彼はその中から7万人を200人婦に、8万人を山で石を切り出す者に、3600人を民の労働を指揮する者にした。